ゆこです。ゆめかです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は私たちのカバンの中身紹介です。クリス、イエーイ。せーの、どうぞ。私のバッグはフィラの大容量バッグです。ここには缶バッジがたくさんついています。ね、これめっちゃ大容量、つくばにしたです。この大きいチャックのところから紹介していきます。靴です。あとはこのサンタさんからもらった 3C のポーチの中には、かわいい化粧が崩れない呼吸のしやすいピッタマスクがインしてあります。これ流行ってるよね。これゆなちゃんもつけてた。流行ってます。黒かぐれつけてたゆなちゃん。大好きなオモモアピーチのスマホです。アピーチをアピール、アピーチをアピールと、モバイルバッテリーと、ヨッシースタンプのお財布です。これでここは終わりです。そしてこのサイドにはドリンクが2本も入れられる。レッスンの時めっちゃガブ飲みするんで、ここに2本入れて頑張ってます。次こちらのチューポケ、ポケめっちゃあんじゃん。そうなんです。こちらはピンクラテのニコラさんの付録ですね。かわいい。それえ、これマジめっちゃかわいい。え、かわいい、かわいい。こちらには女子力ポーチです。これは何ですか。ビオレのめっちゃ強い日焼け止めでございます。いつも使ってるんです。そしてこちらはニベアのめっちゃ強い制汗剤です。女子力が高い。ピンクラテのめっちゃ手が乾燥しないハンドクリームです。そしてこちらはプルプルになるピンクラテのリップです。まだあります。本当に大丈夫なんです。オモモアピッチのバスケースなんです。こちらもサンタさんにもらったんですけど、可愛くないですか。あ、可愛い。キーホルダーもオモモ、これも可愛いし、これも可愛いんです。あ、こっちは、まあ、パスモが入っております。あとは靴下。こちらでチューポケは終わりです。チューポケなのにさ、普通の場所ぐらいのサイズすごい入るんです。はい。でここのチューポケにはビオレの汗拭きシートです。でこちらは姫香ちゃんにも誕生日で色違いをあげたんですけど、すごいキラキラするんです。愛が、マイの愛が。これブラウンと混ぜたらめっちゃいいんですよ。これは新大久保で安くなってたので買いました。すごいね、甘いスイカみたいな味がする。あー、スイカめっちゃいい匂いする。スイカなんです。で、最初ポッケ、ピンクラテのおもモストーリーズに載ってたんですけど、サンキューマットで購入いたしました。もうこれで終わりなんです。はい、次は姫子ちゃんです。スイカからいきましょう。ここにつけてるんですけど、パスケースです。こんな熱いのにファーなんです。もこもこです。そして次がお財布です。三つ折りのお財布です。続いてがスマホなんですけど、バキバキなんですよ。だから前透明のカバーでニコロンのステッカーを入れてたんですけど、バキバキを隠そうと思ってスマホカバーを変えたんです。でここにはプリが挟まってます。制服プリです。サンキューマートのカバーです。わーお、わーお。ゆらりに誕生日でもらったんですけど、中身ラムネ入ってたけど、今は過敏症の薬とガムが入ってます。でポーチなんですけど、これこうやって真っ黒で売ってたんで、もう地味と思って、このお財布についてたキーホルダー、これをお財布につけるとちょっと安っぽく見えるんですよ。こんな感じで、だからこの黒いポーチ。そしてこのラブ、このラブと、もう一つがこの姫香の H、 見えますか。こんな感じ。これはくりももちゃんに卒業するときにもらいました。
この組み合わせ可愛くないですか。銀の H と迷ったんですけど、この色が合うなって思ってこっちにしました。可愛いです。ありがとうございます。で、中身がちっちゃい日焼け止め。わー、コンパクト。そうで、リップが2本、1つがジルスチュアート。これは誕生日の時にピンクラテにもらいました。で、これが BT21 の、めっちゃいいんです。これめっちゃいいんです、発色が。で、エチケットブラシ、鏡付きの。こちらがアリアにもらった鏡です。ジルスチュアートの鏡なんですけど、こっち側にはジルスチュアートって書いてあって、反対側にはこのジルスチュアートのマークです。で、開いたらこんな感じになるんですけど、これを本当に大事に使ってるんで、全然指紋がついてなくて超見やすいです。これは指紋だらけで全然見づらいんです。で、今日のお菓子をいつも持ち歩いてます。これはおもものおもものおもものグミなんです。おもものグミです。私のカバンの中身は以上です。どうでしたか。どうでしたか。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。